京都大学の石井と申します。よろしくお願いします。で、えっ、ー、と今からですね。あの、私の方から1時間ほどでですね、えー、学習資料を書いてのキーワードということでお話しさせていただこうと思います。で、えっ、ー、とまず最初に自己紹介ですけれども、あの私はあのまあ、専門は教育方法学ということで、教育の内容方法であるとか評価の研究をしています。で、特に学力というのをキーワードにしながら研究しています。 で、そういうふうに言うとあのこの間ですね。あの学力テスト云々という風うなことがあるので、あのこの人は学力のテストのですね。点数を上げるためのコツを研究してるんじゃないかというふうに思われるかもしれませんが、そうではありません。で、私が学力という風な言葉に込めていうのは学校でこそできることで、それから学校でこそすべきことですよね。で、この両方からまあ、最近肺の言葉で言うと、学校で育成すべき資質能力。 その中身というのを、まあ、なですか、モデル化するというかですね、まあ、そういうふうな、あの、研究をしています。例えば、知識を習得することと考える力をつけることっていうのは、何か、こう両立しないことのように思うかもしれませんけど。それが両立するような道じゃないのかどうか。 あるいはなんかこう学力をつけることっていうのは学力高くっても人間としてどうかなとかいうふうなのは学力と人格の問題なんていうふうにいわれますけれどもそしたら学力をこう形成することと人格形成というのはどういうふうにつながるのかなとかですねまあそういうふうなちょっとですねあの古くて新しい問題みたいなものをあの追求しているという人間です。 ただ、そういうふうに言うとあまり言いすぎるとですねこれからの1時間というのはすごく憂鬱に感じられるかもしれません小難しいこと言われるんじゃないかというふうなことですね。ただでさえ今回学習指導要改定のキーワードというこのタイトル自体も結構小難しい話になってくるかなと思うんですけども一方で私は現場に近いところで研究したいというふうに思ってもともと教師志望だったものですからなのであの小学校、中学校最近は高校の先生方も増えてきましたけれども一緒に授業作りをしたいとかあるいは授業の改善のため には校内検診を、ね、どうするかということもセットで考えなきゃいけないということで目の前の,あの子どもたちであるとか学校をより良くしていくためにというので、まあ、一緒にです、ね、あの先生方とあのやってきたというふうなことがあります。ですので今日の話というのはです、ね、あの新しく何かをしなきゃいけないというふうなところを押し出すというよりもむしろ血に足のついた実践をどういうふうにあの進めていけばいいのか。 っていうふうふなある種の授業づくりの不益みたいなものですよね。まあ、そこを確認するような話になってくるかなと思いますのでまあまあ,あの1時間ほどですねお,使いお付き合いいただければと思います。で、えっと、今まさにあの学習指導要がです、ね、改定されようとしているということで、まあ、あの皆さんもですねあのどういうふうな方向性であの授業づくりだとかねとか取り組んでいけばいいのかということを考えておられると思いますが。 今回の学習指導要領ほどですね。言葉が踊っている学習指導要領はないんじゃないかというふうに思いますよね。で、例えば、このスライドで、えっと、あげましたけれども。まあ、コンピテンシーとか、資質能力とか、アクティブラーニングとかですね。まあ、多様な評価方法というところで、パフォーマンス評価であるとか、カリキュラムマネジメント。で、まあ、ことごとくカタカナのですね。あの、横文字、言葉が並んでいるというふうな感じです。 であのそれでこれ一つ一つやっていかなきゃいけないということになるとなん一つ一つの言葉もよくわからないし、ね、あのどういうふうにしたらいいのかというのであの戸惑われている先生方もいるかなと思いますけれどもで特にあの先生方の,あのなんですか、ね、関心からすると授業ですよね。 で授業に関して言えば言語活動の充実というのがあの現行の学習指導の中でも言われてでそこから新しくアクティブ・ラーニングなんだっていうのでひ、まあ、一昔前だったらです、ねまあ、ほんの3年ほど前だったら全国各地小学校も中学校も高校小学校中学校ぐらいですね高校はちょっと違いますけどでそれでどの教科でも言語活動の充実というふうな感じでしたがここを本当に23年のうちに全部それがアクティブ・ラーニングにこう変わっちゃったというふうな感じですね。 であのそういうふうにまた新しいことをしなきゃいけないんじゃないかっていうふうに思われているかもしれませんがここで一つ確認しておくことがあると思います。つまり言葉はは変変わっても改革の基本的なな方向性に変化いいととうことですよねだから根っこの部分には要はまあよく言われていることですけど社会が変わっているでそれによって学校が置かれている状況であるとか何より目の前の子どもたちが変わっているっていうところだと思います。それに対してあのこれまでの授業ではちょっとやっぱりうまくいかないかもしれない。 で、あるいは、あの、学校の在り方っていうのは、ちょっとずつ変わっていかなきゃいけない。っていうふうなことが根っこにあるのかなと思うんですね。で、その根っこにある、そのものがあって、それでじわじわと、学校とか授業の在り方っていうのは、ある方向にじわじわ変わっていったと思います。学習指導要が変わらなくっても、もおそらくグループ活動はじわじわ広がるんだと思うんですね。から、そのあたりです。から、あの、じわじわ変わっていってる。が、そこを、あの、よりですね、進めていくために、学習指導要が、こう、変わってですね、あの、その改革を後押ししたいと。 いうのがあのこの間の状況かなと思いますですからキーワードは変わっても大きな方向性に変化なしで逆に言えばなぜキーワードは変わるのかこれは同じ言葉を使っていたのでは改革は進まないからだというふうに思いますだからある方向に向けてね変化を促していくためにキーワードを変える なので今アクティブ・ラーニングとかねそのアクティブ・ラーニングもですねもうはやこんなことはめったにないですけど指導要領が変わる前に使い古されてしまってで主体的対話的で深い学びというふうなことになってますけどもこういうキーワードも次の10年後の学習指導要領の改定でキーワードになっているとは限らないというふうに思いますよね。から 逆ににににここのののの言葉に惑わされれてていいたたででは結局その改革のためにですね疲れてしまうということとなると思いますなので今日お話しすることっていうのはそういうふうな改革の根っこにあるようなそういった社会の変化であるとかあるいはどういう方向性に向けてちょっとずつじわじわ変わっていっているのかというふうな話ですね。でこれはあの実はいろんなキーワードこの目新しいキーワードがたくさんありますけどもこれちょっと掘り下げていくと実は授業づくりの不益に当たるということも示せたらいいのかなと思います。 から目の前の,何ですかあのそういうですねあの改革とか流行に惑わされずに実は事業づくりの基本的なところをやっていくことによって結果としてねあの資質能力とかアクティブラーニングとかそういうふうなことに届くような事業になっていくんだとその辺りの道筋を示せればいいいかなと思っていますはいでえっと今あのここに挙げたようにですねいろんなまあキーワードがあの並んでるわけですけども今回の改革の潜在的なキーワードが2つあるんだろうと思います。 で一つは今回の改革は一体改革であるというふうな点ですね。でもう一つは一貫改革であると。から一体改革であって一貫改革であるこれが今回の改定の一つのポイントかなと思います。で一体改革というのは要は何かというとここに挙げたキーワードこれ全部別々ではないということですね。で 現場においてはアクティブラーニングというのに注目が集まりがちですけどもでも何のためのアクティブラーニングなのかといえばこれは結局資質能力を育成するためにって話なわけですでなんで資質能力なんて言葉を使うのと学力じゃ無理なのって話ですね。 でこれは僕は学力という言葉を使うべきだと思いますけども学校で育成すべきって言うんだったら能力一般じゃなくてねだけどあのそうじゃなかったら無限責任になりますからね何でもかんでも学校でって話になるので歯止めが絶対必要だけどここで資質能力って言葉を使っているのは何かというと一般的に学力というふうな言葉でイメージされるのは教科の内容に即して育成される認知的な能力ここを軸に考えましょうってことですね。 ただそれよりももうちょっと広げていった方がいいんじゃないかっていうのが今回の資質能力というふうな言葉を使っている意味かなと思います。ただ逆に言えば資質能力っていうふうな言葉でどういうメッセージが発せられているかといえば強化の内容にに即してってというだけじゃなくて強化横断的にってことですねでもう一つは認知的な能力だけじゃなくて非認知的な能力社会性であるとか、ね、あの上位であるとかそういうふうなものの育ちも含めてとそういうメッセージというふうに受け取っていく必要があるのかなと思うんですね。 はい、なのであの、そういう資質能力なんていうふうなものを育てていきましょうと、ね、でそしたらその資質能力なんていうふうなものを育てていこうと思ったらそ,その結果です、ね、どういう力がついたかということを確かめるためにはペーパーテストだけじゃ十分じゃないよねとなのでいろんな評価方法を使いましょうというのでパフォーマンス評価とかですね特にパフォーマンス評価というのはやらせてみて評価実力とか試行するっていうふうなことそういうふうなものはやらせてみないと見れないという話ですね。なのであのパフォーマンス評価 でさらに言うとこういうふうなです、ね、新しい能力とか生きる力を目指していきましょうみたいなです、ね、そういう改革っていつか来た道な感じがすするわけです、ね、これはあの20年前ぐらいですかねにあの総合的な学習の時間が入った時似たようなことが起こりましたよね。でその時の総合学習をやった時の一つの苦い経験があるわけです。つまり新しいことやりましょうっていうふうに言ったんだけどもでも具体的に何やったらいいのということあるいは資源とかリソースですね。 そこが十分保証されてなかっただからその辺りを何とかしなきゃいけないっていうので出てきているのがおそらくカリキュラムマネジメンだから実際新しいことをしようと思ったらばそのための、ね、新しいこう知識を、ね、研修したりとかねあるいは新しいことをやろうと思ったらチームワークとかも必要なわけですよ。だからそこをやっていきましょうという話ですね。 でしかも今回、内容増えても時間数はです、ね、あの増えてないというふうな時間数というか授業実数自体です、ね、確保するのが大変ということですからそこも内容を本当は減らすべきだと思うんですけれどもなんとか現場で調整してねという,ふうなこともあるのかなと思います。ですから、強化を超えて内容をかぶせたいとかつなげたいとかそういうふうなことがあのこのカリキュラーマネジメントというふうな言葉に入ってきているのかなと思うわけですよね。 だからそういうふうにこう見ると、実はこれ全部一つならいのもので一緒なわけですね。で、もっと言うとこういうふうな教育の中で育ってきた子どもたちが損をしないようにというので大学入試も変えましょうという話です。でもっと言えば、あの最近の教員養成改革のキーワードって何かご存知ですか。学び続ける教師なんです。だから学び続ける子どもを育てていこうと思ったら学び続ける教師が必要ですねというふうなことになっていると。 だから今回ほどです、ね、もう一貫して全部一体のものとしてガラッと変えていこうというふうなあの変えてはなのでこれを一つ一つ別々と見るんじゃなくて根っこは一つというのであの捉えていくことがまずは大事かなと思います。